みなさんこんにちは、佐野美也子です。この度 JMO チャンネル DVD 第6巻が発売となりました。こちらは2010年の6月から7月の放送分全9回を収録しております。はい、7月は私佐野美和子、ブブゼラ佐野美和子が MC を務めましたので、どんな内容なのかはぜひこちらをチェックしてください。よろしくお願いします。そして1巻から6巻までのお得なセットも発売となります。はい、こちらは1年間の私たちの活躍が見れますので、よかったらぜひぜひお買い求めよろしくお願いします。はい、こちらの冒険を通販サイトから買えますので、よかったらよろしくお願いします。はい、というわけで今日の JMO チャンネルお楽しみください。花の金曜日です。皆様元気ですかということで自己紹介をさせていただきたいと思います。かわいいな。はい、初めて MC やらせていただいております。アリスケこと中川アリサです。多分皆さんが不安で見てると思うんですけれども、よろしくお願いします。じゃあ右の、はい、久しぶりです。こんばんは、長谷川優です。よろしくお願いします。どうぞいらっしゃいませ。こんばんは、どうも、毒リコと犬リカです。よろしくお願いします。暑い、やばい、緊張半端ないです。多分ね、有吉の熱気なんだよね、暑いの。頑張れ頑張れ、自分頑張れ。私このスタジオでこんだけ緊張してるか初めて見た。もうやばい、嬉しい。頑張りますので、皆さん、みんな応援してください。死んじゃうかも。だってさっき誰か言ってたね、アリスケは毒を仕切れるのか。いや、むしろだってね、もうね、アリスケね、毒を仕切るためにこんなもの用意してるから。危険危険、ひゃー、ちょっと離れた。さすがになんか包丁には勝てないよね、毒も。毒抜きにできるかな。うん、シューッつって。危ないでしょ。ちゃんと置いてください。はい、すいません。頑張ります。熱い、すまないのかしら。いただきます。いただきます。お姉さん髪黒いじゃないですか。すいません、ちょっと真っ黒髪色が、ね、いいと思う。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。いいですか。ちょっといろんな色浮いてるけど、あ、すいません、どうも。黒い、あ、黒してます、ね、すいません。呼び借りて突然ですが、はい、はい、いつものごとく宣伝とかしていいですか。どうぞ。大丈夫ですか。お願いします。じゃあ、まず一つ目、久保ゆりかの新しい DVD を出ます。わいわ、はい、見てみたい。今月の9月22日発売予定、イーネットフロンティアさんからランプシカゴ、インワンダーランドという、うん、DVD が発売されます。なんかイベント等ありますので、そこら辺は詳しくは、ブログ、久保ゆりかのブログをチェックしてください。あと、ホームページ。はい。JMO のホームページとご覧くださいませ。そして、はい。明日。明日。土曜。朝8日。30分。朝8時30分。テレビ神奈川 TVK にて、満腹少女ドラゴネットが放送されます。そして、日曜日かな、日曜日の22時30分にも、ドラゴネットが放送されます。そっちはなんだっけ、 MX 東京、東京 MX、 東京 MX、 あ、東京 MX にてそちらでも放送されますので、ぜひぜひ出てます、ご覧くださいませ、という感じで。はい、はい、すいません、法事の帰りって聞いて、法事の帰りって、ね、黒い黒い黒いって。すいません、黒柳さんって聞いて、あ、黒柳さんと。ちょっと私黒子の、黒子の部屋になってるから。すいません、そう、あ、本当だ、真っ黒だな、ね、
ね、心もさっきね、そう、そこでチラチラって見えたそう、獣臭いと思ってたんですやっぱり、うんうわって今揃ったね、うん、こうやってプーン奈良州奈良州しましたすいません、いい匂いだろうかなとまあそれだけなんですけどね。帰っちゃうの？帰っちゃうの？あのまあ、てかのもう飲みに行っちゃうね。ああいいな、いいな、金曜日だし、金曜日だしね、まあ、合流しようぜお誘いだよ。いいな。はい、本日2度目の告知です。さっきも言いましたが、去年撮った、長谷川優が出演している映画ですね。もう多分題名言っちゃっていいのかな、ミロクローゼという映画に出演しております。山田孝之さんが主演で出てる映画なので、近々またブログの方でもあの、詳細を発表します。で、あと 3M 住友っていう文房具の会社がありまして、で表参道などにもちゃんとショップがある会社なんですけど、そこの、ウェブ上であの商品の CM の方をさせていただいてます。それが9月中ぐらいにアップするって話だったんですけど、まだちょっと詳細確認してないので、詳細確認してまたそちらもブログに載せます。で、先日ピンクのまつげをつけてドラマの撮影をしてまいりました。じゃあ放送は来年の2月予定ということなので、まだまだちょっと情報の方は公開できないんですけど、そちらもブログの方でまた発表しますので、ぜひぜひ長谷川優のゆうゆうライフと、グリーのブログの方チェックしてください。よろしくお願いします。どうぞ。はい、私中川ありさです。ありすけです。私はブログを告知させていただきたいと思います。ありのデコッパチ日和というアメーバブログでやっているので、ブログ見てください。あとはツイッターでありちゃりでやってるので、そちら結構やってるので見てください、お願いします。あとそうだ、来週も MC やるので、実は心配だと思いますが、よろしくお願いします。頑張れ、頑張るぞ。以上です。ドクちゃん、はい、目座ってないよ何飲んでんの、しばしばしてんの。はい、告知参ります。はい、毎度おなじみ東京月島もんじゃ祭りが、そうこれ忘れてた、11月14日に月島の方でプレ祭といって秋のお祭りがあるんですね。はい、そして本祭り、本当の大きなお祭りが春で、3月の忘れたんだけど3月にあるんですね。はい、それに向けて今月島でイベントしておりまして、毎週土日月島でやってます。今週はないです。来週26日は17時から19時まで、はい、歌の主題曲のライブやっております。ぜひ遊びに、写真撮りに、歌いに、踊りに、食べに来てください。で、その翌週の10月2、3はトリトンというお祭りに16時から出させていただきます。ゲストとしてステージで歌って踊ってきますので、ぜひ遊びに来てください。でその後は月島で通常通りのイベントがあります。そう、そして3人組歌のユニット、モガシスというユニットで歌の活動をすることになりました。レコーディング終わって、ピップも終わって、いろいろ終わったので、もうあと完成と皆様に聴いていただくのだけです。はい、皆様お楽しみに。いろいろ詳しくはアメブロとグリーとツイッターと書きます。ツイッターイネエリカでやってます。よろしくお願いします。はい、はい、ではでは締めます。私緊張しておりますが、また来週も見てください。え、これ違うえ、みんなついてきたよ。あ、終わり、え、違うの、終わりじゃないの。バイ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 なんでなんでみんな